どうも皆さん、ハローバンはセツです。バイオハザードヒーローズネバーダイガンサバイバー4続きをプレイしていきます。前回が船から脱出して、モフィアスがここにね、来てるっていうことをね、悟り。で、地下に降りてきた。下水かな？オッケー。じゃあ行こっか。地図拾って、まっすぐじゃなくてね、こっち側に行くと、セーフルーム。ファイルがある。何かのレポートのようだ。生態調査レポート1。以下は、この施設内に失敗作として廃棄された BOW、バイオオーガニックウェポン。に起こりつつある生態系の変化をまとめた。調査レポートである。バイオオーガニックウェポン。と、なんだこれ。読めないな。トルフェボキド。ん？読めないな。4月7日、正体不明の水深生物が、水路を中心に異常繁殖している小さな肉塊のようにも見えるが、水路を自律的に泳ぎ動くものがあれば構わず寄ってくる習性がある。体組織は非常に脆く、ちょっとした刺激でも破裂し、体液をあたりに撒き散らす。この体液が強力な酸性を帯びており、触れると非常に危険である。泳ぐ姿を魚雷になぞらえて、トーピドーキッドと命名した。トーピドーキッドって言うんだ。トーピドーキッドの母体を発見した。奴らはこの母体から次々と生み出されていたのだ。肉塊自体の寿命は非常に短いため、母体を発見し処理すればエリア内からこの生物を駆除することが可能であろう。4月12日、増えすぎたトーピドーキッドの駆除を思い立ち、母体を処理しようと水路を探索していたのだが、母体を守るかのような肉塊たちの攻撃に遭い、ひどい火傷を負ってしまった。奴らは私の、住居スペースの近くまでセリコを伸ばしてきている。研究の支障となるため何とか駆除したいのだが。オッケー、俺に任せろ。こっちにもある。汚いノートが置かれている。汚いノートってなんだ。字が汚いのか。作業員の手紙。初期。1997年6月16日、俺がこの施設に派遣されて一月になる。それにしてもあのアンブレラ廃棄物処理、施設のずさんな管理体制に驚かされた。この事故だって起きて当然だろう。大勢の職員が死んだ。俺はいつまで生きられるんだ。あいつらのようにはなりたくない。もし死が近いのなら俺は人として死んでいきたい。1997年6月24日、この管理を任されているモーフィアスという男にはもううんざりだ。生物兵器の開発に没頭するのは結構だが、社員の健康管理にも気を使うべきだろう。この施設はアンブレラのものじゃないか。それともあいつの私有物だっていうのか。あれから何日経ったんだろう。もうこんな施設にはいたくないんだ。でも動かない。体が言うことを聞かない。助けてくれ。モーフィアスはね、手下もね、こうもうなんだ、実験体に使うようなやつですからね。セーブ完了。先を急ぐか。もうね、これ中盤に差し掛かってますね。中盤から終盤に差し掛かってる部分であります。グレネードランチャーゲッチュ。ウォーマシンステンバイ。そこにいるんだよね。ゾンビが浮いてる。あれだあれだ。今泳いでたね。アイガートーピドーキットです。まあ、マップ的にはね、ちょっと、覚えてるかな、俺。トーピドキットがいるはず。あ、いや、まだいないか。足を取られる。
体が重いぜ。まあ、覚えてる範囲でね、行ければ行きたいな。いや、こっちじゃないんだよね。多分、あっちにちょっと行かないといけないんだよね。ロードが短いんだよね、これ、扉を開けるときの。何も落とさないな。お、いいぞ、こいついいやつだ。回復薬。多分こっちがね、ちゃんとしたルートだったと思う。何も見なかった。みんな何も見てない。あいつをね、こいつが母体なんですよね。このトーピドキットの。こうなって、トーピドキットを生み出してるんですよね。こいつを駆除するよ。死んだな。これで多分死んだのかな。まあ無力化しましたね。これであとは楽ちんです。そう、あのトーピドキットのね、向こう側からね、確か行くルートがあったのかな。そのさっき自分がね、行った扉の方から行くと、トーピドキットがね、容赦なく襲いかかってくるというルートになりますね。だからね、さっきのね、私が来たところから行くと、トーピドキットの母体を排除できるからね、そこから行った方がいい。腹がゾンビがいる。気づくの早いね。甘いぜ。オッケー。お、回復薬。この裸ゾンビの回復薬とかちょっと汚いな。多分ね、もう一体いたんだよね、トーピドキット。大丈夫かな。いるね。まずい。どうしようかな。こっちでいいのかな。ルート的には多分間違ってないと思うんですよね。ただダメージを食らいたくないから、こっから届いてないな、これ。ダメだな。あ、違う。はい。よし、振り切っていくか。マップ的にはね、そうだな、まっすぐ行かないといけない。よし、行くぜ。なんか変な夢見ちゃったな。なんか変なのがね、飛びついてきて、なんか死んじゃった夢を見ちゃったんだよね。なんかな、あれ。なんだろうな。一体何だったんだ？ん？あら、危ない。よし、いいぞ。じゃあな。しゃべり入るもんね。死なないな。こっち死んだ。ああ、さっきはよくもやってくれたな。こっちでいいのかな。なんか確かね、電源かなんか入れないといけないんだったっけ。そう。何かここで何かしないといけない。古い無線機、無線装置だ。これで本部に通信が取れるかもしれない。無線を使いますか？イエス。
That would make Fong Ling's presence obsolete. Fong Ling? Bruce, have you had contact with Fong Ling? Yes. The China would have chosen to cooperate with Morpheus. In any case, the United States will not be threatened. And we do not negotiate with terrorists. The safety of our nation is in your hands. Good luck. キャラクターが入れ替わりましたね。さっきのモンスターがまだうろついてるようだ。こっちに行くのは危険だ。引き返そう。マップを取って、こっちに引き返そう。さてと、こいつら動くぜ。まだ動かない。まだ動かないね。あら、鍵がいる。こっち側に行かないといけない。確かね、こっちか。で、絶好のね、スナイピングポジションがね、ここあるんですよね。ここです。集まってきますから、ここでね、ゆっくり狙っていいです。あら、当たんない。あら、当たんない。オッケー。オッケー。この施設の管理人のようだ。あれだね、トーピドキットをね、退治しようとしたけどやられちゃったみたいな。何か持ってる。区画管理室の鍵。なんか普通にゾンビにしか見えない。電子ロックされてる。回復薬欲しいな。ないもんね。あれ、こやつらは動かなかったかな。うん、記憶が曖昧だ。ここで電子ロックを解除するんだな。この区画の電子ロックを制御する機械のようだ。電子ロックを解除するぜ。カチャ。はい、これでフラグが立ちました。あいつら動くぜ。はいはいはい、起きる時間ですよ。みんな俺についてこい。はいはいはい、みんなね、みんな順番に並んでね。はーい。当たってない。当ててない。当てきれてない。オッケーオッケーオッケー。あ、よし。あれ、こんだけ。もう何人か来ると思ってたんだけどな。意外と少なかった。うん、何もいないな。あ、いっぱいいるいっぱいいる。これはね、わざと今撃たずにみんな引きつけていこうか。こう、あれ、マップ的には多分ここなんだよね。よいしょ。残念でした。うわー、いっぱい来たよ。集まってきた、集まってきて、すぐ処理打ちしてる。やばいやばいやばい。
あ、狙いにくい。あ、もうなんかもうクリティカルヒットの音が出てないもん。あ、ビチャーってた。あ、ダメだ。あ、違う、違うやつ撃ってるから。 OK、いいぞ。あ、違う違う違う、そいつじゃない。よし、いいぞ。よし、 OK。 避けられたな。よし、あら、よし、あは、よし、排除完了。こっちで合ってたよね。うん、多分合ってるはずだよね。Seems to care an awful lot about where you are. Not even their best agent, which makes you expendable. What are you going to do? I'll continue my mission. Morpheus will live up to his end of the deal, even if we pay. But the people of China are still in danger.Since you saved me this time, I think I should say thanks. Don't mention it. I'm a Donghua after all. Donghua としての当然の行為ってね。はい、ということでね、今回はここまで。次回からはこの、なんだろうな、施設っていうかね、またこう地下なのかな、これは。はい、ということでね、あ、本人左腕包帯巻いてない。これは偽物ってこう影武者本人だからね、これ、まあ、巻いていないということです。はい、次回お楽しみに。それじゃあまたねー。